目の前にノウタケというキノコ。このキノコはですね、中が胞子になって、こうね、叩くとこのように崩れて胞子が出るというキノコです。キノコチャンネル。キノコこんにちは。キノコ大好き芸人くらどめたけです。よろしくお願いします。たけ。今日はですね、山で取ってきたノウタケを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。こちらノウタケの幼菌です。別名が森のパン。すごいパンみたいですよね。でこれが老菌、古くなってくるとここにシワがいっぱいできて脳みそのような形になることから脳竹と名前がついてます。でね、どうもねこれは幼菌ぐらいの脳竹だと思うんですね。で脳竹なんと幼菌の頃割ってみてここ中がね白かったら食べれるんですよ。で味に癖がないとのことですので割ってみて白かったらノウタケを食べようと思います。微妙。そしてね下の方はこの中ですね、胞子になる部分なんですけれども、上の方は食べれそうですのでちょっとノウタケを調理してみたいと思います。ノウタケが焼けました。シンプルにですね、油で焼いて塩かけて本来のね、ノウタケの味を味わいたいと思います。こちらが焼き上がったノウタケ。ほとんどね、なくなっちゃいました。食べれない部分ですね。食べれそうな白い部分焼いたら、このぐらいの量になってしまいました。すごい匂いは、当たり前ですけど、キノコを焼いた匂いです。ではちょっと食べてみましょう。なんかね独特の苦味あるんですけど美味しいですね。あ、でもね、苦い。ちょっともう一個、でも今は苦味ないです。あとはんぺんのすぐなくなるバージョン、卵の白身の部分のみって言ったらいいんですかね。なんかね苦味はほんのりあるんですけど、嫌じゃない苦味ですね。キノコ特有の旨味がしっかりあるかなというのと、あと私そんなにねキノコ食べてるわけじゃないんですけど、山から取ってきて結構ね土臭さとかが気になるものが私の中では多かったんですけど、ノウタケね土臭さがないので、これを
かにしたら美味しいかなと思います。実はね、前々から食べては見たかったんですよ。中が真っ白で、まあ、はんぺんみたいな見た目なんで美味しそうとは思ってたんですけど、そのなんて言うんでしょうね、思ってた味とはまた違う、苦味はあるけど癖はない、苦味が癖になるのかな。まあ、これからもですね、ちょっとまだ食べたことないキノコばっかりなので、まあいい状態のものがあって許可がもらえればまた取ってきて調理してみたいと思います。では今日はこの辺で、ありがとりふです。またんごー。